はい。全国の皆さん、こんにちは。ゆうてら国語講義。え本日も法線寺からお送りしております。よろしくお願いいたします。講師の平です。皆さん、先日ですね、見まし、皆さん見ましたかねアベマニュースでね、森田先生と、茂木さん、脳科学者のね。うん。あの人、あの、昔ね、今もやってんのかな早稲田国際教育学部でね、授業とか持ってたんですけどね。がね、あのー、議論しているね。あの、番組があったんですけど、トイック不要論うんぬみたいな感じでね。いやー、茂木さんはすごいっすね。 あの僕はまあちょっと見てたんですけどもうねとりあえず声が大きいのはよく分かったんですけどまあやっぱりなんかこうディベートの場ではもしかするとおっきな声で相手に有無を言わせず意見のラッシュをねた叩き込むみたいなね森田先生タジ,タジタジしてましたけどねあれ見ながらねああ脳科学的に議論はこうなのかなとか思ったりはしたわけなんですけどまあただ僕はねやっぱ何を言ってるのかさっぱり分かんなかったわけなんですが。 ま、それは置いといて、あのね、現代文の文章にもですね、なんか読んでは見たものの、別に読めないわけじゃないんだけど、何が言いたいのか、いまいちピンとこない、ちょっとわかりにくい文章っていうものがあります。そういった文章に出会った時に、こんな感じで対応していく、こんな感じでやっていくと、説問が解けるよっていうね、そういうことをね、ちょっと今日はね、見せていきたいと思いますんで、ぜひついてきてください。それでは行ってみましょう。平井ゴー はい。行きましょう。それじゃあね、まあ、いつものごとくね、本文に入っていきます。ボケっと読まない。何の話かなっていうのをね、追っかけて読んでいくんですよ。いいかいさあ、えー、感動の身体。舞踊ほど根源的な芸術はない。ここ20年来、バレエや日本舞踊を熱心に見続けてきて、繰り返しそう思った。感動とは身体的なものだ。人によっては理論的な何かがまずあって、その理論に近いものに出会って感動するということがあるのかもしれない。だが、それは多分偽物であると。 本物の感動はそんな余裕を与えない。それは嵐のように突風のように襲ってくるのである。鼓動が高まり、背筋が青ざめる。文字折り、打ちのめされるのであるって。うん。なんかね、これ見てね、やっぱ、ちょっと思っちゃったんだけど、結構さ、まあ、ここにさ、まあ、理論に、こう、理論がなんかあって、その理論に近いものに出会って感動するってね。 結構まあ、あの、最近の受験生とかだとさ、あの、よくこう、こういうことが学びたいから、どこどこ大学の何々学部に行くんだ、みたいなね、こう、理論が先に行って、で、あの、ね、あって、で、こう、まあ、 どこだからどこに行くっていうことをすごく考えるんですけどまあね僕はあんまり好きな考え方ではちょっとなかったりするんですよねうん。でまあこの文章でもそれは多分偽物だって言っちゃったりしてるわけなんですけれども結構ねどんな大学学部でもねまあそれなりにいいところに行ってるっていう前提ではあるんですけれども結構行けば行くでねそこにねこうハマってるかどうかの方が問題でなんか行ってみるとどんなものもなんか割とこう行けば都というかねそういうふうになってくるからまあ なんかね夢はねやっぱたくさん持ってほしいなと思いますあのたくさんあった方が叶う確率も高くなるしであと、まあ、どんな場所に行ってもそれなりにそこにはまり込めばまあ住めば都になりますからあんまり心配せずねなんか将来のことはねなんか決めてってほしいなというふうには思いますけどねはいちょっと脱線しました戻りますで「感動は相対的じゃないんだ絶対的なんだ」ってねうん嵐が過ぎ去ってこれは一体何だったのかと人は考える 感動する身体とは一体何か、そしてまた感動させる身体とは一体何かと。だが考えているそのそばから、さらにまた新たな感動が襲ってくる。身体が震えるのである。こうして半ば陶酔し、半ば覚醒しているという不思議な状態に置かれる。これこそが舞踊の醍醐味なんだ。えなんか舞踊って凄そうだね。<laughs> 半ばね、陶酔、半ば覚醒、うん、不思議な状態ってね。へーね背筋が青ざめるとかね。 なんかすもうすごい感動があるのが舞踊なんだみたいなね話なんだろうなうんでもまあ何の話かよくわからんなまだなうんまあとりあえず、まあ、これぐらい押さえておいてくれたらいいのかなと思いますうん舞踊すげこれぐらいのことはわかるよねでこの舞踊の醍醐味の中で感動とは身体の問題であると考えるようになったうん感動とは身体の問題であると考えるようになったんだって筆者ははい。 あるいはマイケル・ポラニーに習って暗黙地の問題と言っても市川博士に習って精神としての身体の問題と言ってもいいいずれにせよそれは精神だけの問題じゃないそれ以上に身体の問題なんだうん、なんかさ感動っていうと精神の問題な気がするじゃないですか精神が感動するじゃないですか普通はねだけど感動は身体なんだって言ってるね、うん、だが身体の問題とは言ってもその奥行きは絶望的なほどに深いというよりその奥行きは人間というものの不気味さに等しいのである、うん なんかすごい深いんだってさ、この身体の,感身体の問題っていうのは深いらしいですよ。うん。で、ここで例えばって来てるんだけど、まあもうこの後読まなくてもわかるよね。なんか身体的な感動っていうもの。身体的な感動っていうものの具体例なんじゃないのはい、いくよ。で、そうやって見ていくと、まあなんかこの辺でね、あの母語は、えー、生徳の言語能力によって身体的に獲得されるのであって、 理屈によって獲得されるんじゃない。というか、身体的に獲得された母語によって初めて理屈もまた可能になる。うん。身体的に獲得されて、その後、理屈が可能になるんだって。うん。理屈が先じゃないんだ。身体的に獲得されてからの理屈なんだって話をしてるね。で、まあ、この後もさ、なんか外国語の習得法にあるよね。外国語を習得する近道はリズムやアクセントもろとも文を丸暗記することである。すげえな。 丸暗記すすするる近道はひたすら音読を繰り返すことである目だけではなく耳も口も酸化させさらには全身すなわち触覚をも酸化させることなのだ体徳である体徳されない言葉は使い物にならん事実もう体徳だって言ってるねここね体徳なんだって言ってるで事実文学作品とりわけ詩の微妙な味は言語の身体性によって構成されてるとしか言いようがない言語の身体性だってまあやっぱりねって さっきさ「ね、例えば」って来てるからまあこのあと読まなくても分かるよねってんか身体の問題なんだっていうね話をしたけどやっぱりそうだったね想像通りでした、うん、こうやって、ね、先を予測しながら読んでいってよでもし違ったら修正すればいいんだからこれが論理的に読むってことだよっていうのをさ以前やったことがありますよねはいで逆に舞踊は身体の問題である以上に精神の問題なんだうん舞踊は精神なんだって なんか言語は身体だって言ったけど、舞踊は精神なんだってね。うん。また舞踊に話が戻ってきたね。どうやらさ、やっぱり、まあなんかね、この文章何が言いたいかちょっとわかりにくかったけど、どうやら舞踊の話をしてるんだな。<laughs> なんか一見最初はね、俺舞踊はなんかの具体例なのかなと思ったけど、この後もずっと舞踊云々の話が続いていくのよ。だからもう舞踊そのものがテーマになってる文章なんだなと。で、舞踊ってすごいんですよってね。で、 その後に、ね、で舞踊っていうものは精神の問題だと、無論、言い方の問題に過ぎない、ここで言葉といい舞踊というのは、いずれも精神と身体が微妙に入り組む不思議なところに位置しているからだって、あえて言えば精神と身体の区分など、言葉と舞踊にとってはおよそさまつなものに過ぎないんである、おいおいと。 なんか今まで身体なのか精神なのかみたいな話したけど急にねそんなことは些末なものに過ぎないって言い出しただったら今までの話何とか思っちゃうわけなんですけどここでなんかひっくり返されちゃうんだよねでここでね筆者がねなんかほぼ初めてに近いレベルで言いたいことを言ってくるんですよ見てくださいおそらく人間はある段階で精神と身体という区分によってその生産性を著しく上げることができるようになったんだろうこれね 筆者の考えですよねでもしも人間の性が言葉と舞踊あるいは舞踊をその根源とするならば精神と身体の区分など長い間さまつなことに過ぎなかったんだって、うん、んか、うんまあ、ここのパラグラフでもさ「精神と身体の区分なんていうのはさまつなものに過ぎない」ってねうん。 いうふうな話をしたけどどうやらなんかこうそうなんだよってことを筆者は言ってるね <laughs> 精神と身体の区別、まあ、今まで舞踊とさ言葉とかでなんか精神なのか身体なのかって話したけどどうやらその区分はさまつなことだっていうふうに話をなんか集約してきたねじゃあ何なんだっていう話が気になるよね精神と身体の区分なんてものはさまつなものであるじゃあ何なんですかって話それを俺たちは追っかけていかないといけないんですけどここで急にね プラトンがって出てくるんですよで、ここでピンときてほしいのあのさ、説問何だったか説問、防線部え、プラトンが舞踊を嫌悪した理由であるとあるがプラトンが舞踊を嫌悪したのはなぜかプラトンは舞踊が嫌いらしいねなんで嫌いなのっなんでプラトンが舞踊を嫌いなのかをさ、発見するにはプラトンの話が出てこないとさ、分かんないでしょで、プラトンが出てきた ここら辺から俺たちは集中して読まないと説問が解けないなって逆に言えばここから集中してねプラトンの考えをつかめば俺たちは説問が解けるなってことに集中してあげてください。いいですかさあプラトンはその共和国から詩人を追放したと。だが同じように舞踊家をも追放したことはなぜか論じられることが少ない。 西洋の伝統において舞踊が文学のはるか下に置かれてきたことの一つの少佐だがプラトンはそれこそペンテウスよろしくその凶悪国からディオニュソスとその一頭バッコスの踊りに類するえ一切のものを追放しようとしたのであるって法律に明記されてある、うん、プラトンは舞踊を追放しようとしたって書いてるねはいでその後プラトンは陶水を嫌ったうん、なんかプラトンが嫌いなものができたね 統帥を嫌ったそのプラトンがポパーによれば逆にファシズムの元祖になってしまったファシズムっていうのは全体主義のことねこれ知っといてねあの個人のなんかこうねまあ利益とか、ね、そういうものよりもこう全体の利益を優先する考え方です、まあ、ある意味ちょっと社会主義的というかね、うん、ちょっとあ,のあれは違うんですけど厳密にはねで、えー、だから皮肉というほかないが少なくとも舞踊の魔力を恐れていたことは確かだろう、うん、舞踊の魔力を恐れてたて この辺なんかピンときてね、うん、どうやらヒントが来そうだよ。でその魔力とは精神と身体という区分そのものを無化するものに他ならなかったこのことをプラトンは恐れてたってだからね舞踊を追放したんだね。うんっていうことが分かるわけです。で続きいこう読み切っていくよ。えだがが繰り返すが えー、舞踊ほど根源的な芸術はない。なんか最初の話に戻ってきました。わかります最初にもあったよね、こういうね。舞踊ほど根源的な芸術はない。舞踊ってのはすごいんだに話が戻ってきちゃいました。で、ここもそれしか書いてないです。舞踊っていうのはね、全身感動なんだ舞踊っていうのは、もう、全身感動なんだって話にね、あの、戻ってきましたね。はい。で、 え内容と形式は常に入れ替わるある時は形式が内容になりある時は内容が形式になる分かりきったことだ精神と身体にしても同じである言葉と文字にしても同じだそれは何かを運ぶものであると同時に運ばれる等のものでもある、うん、ようわからん次元の階段を上るえその都度内容は形式に変わり形式はその内容に変わる舞踊もまた一つの形式だが完璧に達成されたその形式は舞踊の精神すなわち内容にほかならないそこでは身体が精神なんだまあさ 身体こそが精神もイコールなんだって話になっちゃってるよねだからさここでさっきの話に戻るわけですよなんかさ身体と精神の区分なんてのはさまつなことだで舞踊においては身体こそが精神なんだってもう身体と精神は一致してるんだって話なんで区分じゃないんだって一致してるんだって話に持ってきたねでプラトンが舞踊を嫌悪した理由であるってあるねでこの後にもあるよ それは手段ではあり得ても目的ではなかった。またあってはならなかった。優美な立ち居振る舞いのための舞踊、戦闘での惜しい振る舞いのための舞踊は許せても、それ自体が思考の具現であるような舞踊は許せなかった。これ剣をした理由だよね。それ自体が思考の具現であるような舞踊は許せなかったんだって。ありえなかったんだっていう話をしてるね。うん。っていうことですね。まあ、ここまででいいでしょう。ね。あとはまあ、読んでおいてくださいっていう感じね。 さあプラトンが舞踊を嫌悪した理由何ですかってことなんですけどあのこのプラトンが嫌悪した理由が2つあったことが分かりますかまず1つはさやっぱりこの部分には着目しなきゃいけないですよね。うんここあの舞踊の魔力を恐れてたから嫌悪したんでしょ、ね、でその舞踊の魔力ってのは何かっていうと精神と身体という区分そのものを無化しちゃうだから嫌悪したんだって舞踊を追放したんだってねここまず1ポイント目ですよね。 ポイントその1。精神と身体という区分そのものを無化してしまうから。この部分ですね。精神と身体という区分そのものを無化してしまうから。ここポイントその1ですよね。そして、ポイントその2は、ここにあった、ね、まさにこの理由その2ですよね。それ自体が思考の具現であるような舞踊が許せなかったんだね。まあ、それ自体が思考の具現であるからってね。ここがポイントその2です。だからまあこれをまとめると、 まあそれ自体が思考の具現である舞踊は精神と身体という区分そのものを無化してしまうからとかこの2つの要素をくっつけるといいですよね。うん。でただこの2つの要素をくっつけても字ぐらいにしかなりませんさあね前回の授業でやりましたよね何を書くかはもう達成しましたプラトンが嫌をした理由が2つ書いてあってそれ2つとも入れましただけど字数が足らん。 プラトンが嫌をした理由はもうさねそれ自体が思考の具現である舞踊は精神と身体という区分そのものを無化してしまうから、まあ、こういうふうにもうはっきり書いてあるからそれ書いちゃえばおしまいできるだけ本文の言葉をそのまま使う、ね、内容が破綻しない限りはじゃああともう20字ぐらい欲しいんだけどどうしよっかなってでまあ俺はねここまで書ける必要あるかなとは思っちゃうんだけど、まあ、このあとねちょっと見てほしいんですけどすなわちイデア論 精神と身体の区分、すなわちイデア論を要請したに過ぎなかったのかもしれない。キリスト教は宗教になったプラトニズムであり、プラトニズムはプラトンだよね、皆さんにね。哲学になったキリスト教である。プラトンがその影響力を再び直に行使するようになるのはルネサンス以降だが、近代世界システム、すなわち資本主義経済が改めて精神と身体の区分を養成するようになったというべきかもしれない。まあ、プラトンにしても、資本主義経済にしても、精神と身体の区分を要請したんだっていう話なんだよね。 で、まあ、この話で、まあ、ピンとこないとちょっときついのかなって結構過去問集の,あの説問見てもね実はねこの要素が足されてるんですよ。ね、プラトンは「精神と身体を区分したいのに」とかねあの「精神と身体を区分したいにもかかわらず」とかそういった要素が入ってると満点回答です。ということです。 でまあねあのー、ここにまでピンと来れるかってまあねプラトンがどうしたいのにこうだからっていうのを入れてあげると、まあ、回答としてより良くなりそうだなっていうのは多分分かると思うんですよね授業聞いてる皆さんもね。剣をした理由は分かったよねこうこうこうだからって。でもプラトンはじゃあ本当にどうしたかったんですかこうしたかったのにこうだからって書いてあげると。 ああの字数が埋まりやすいかなってでその要素がここにも書いてあったっていうことなんですけどここにピンとこられるかどうかはちょっとプラトンのことを背景知知識ととととして知らなないいいちょっときついかなと思いますあのね相澤先生の本でちょっとねこういうシーンがあるんですよ相澤先生の本でこういうのがあるんですけど「初めての哲学宗教」っていうのがあるんですけど相澤先生倫理の本も書いてるんですね。でプラトンのページがあるんですけどそこにね「あのイデア界と現象界」って書いてあるんですよプラトンを語る上でのテーマが。 イデア界と現象界まあさ以前どっかの授業で僕はやっぱりこうまあね現代文の文章においてある程度よく出てくる哲学者とかね学者さんたちの主義思想みたいなのは知ってる前提みたいなのがないと非常に読みづらくなることが多々ありますってことを話したと思うんですけど、まあ、今回もちょっとそれで、まあ、一応書いてあるんだけど知らないとピンとこないかなっていう感じなんですよね。でプラトンっていう人はどういう人なのかに関してこう書いてあります。 えー、霊魂と肉体を区別する二元論的認識論において,て、まあ、今回の,、ね、あの文章で言えば「まあ、精神と身体」だよね。イデアこそが真の実在であると説いたまあイデアっていうのはどちらかというと、まあ、霊魂側ですね要は、まあ、あのプラトンっていうのは哲学者ですから基本的には精神があってでこうね肉体を動かしていくんだっていう考え方をしたい人なんだよね。 だからそのプラトンにとって精神と身体を一つのものとして捉えられる考え方主義思想っていうのは都合が悪いんですよ否定したいものなんだよねだからまあたださっきさ文章の中盤でもあったけどねあのおそらく人間はある段階で精神と身体という区分によってその生産性を著しく上げることができるようになったんだろうこの生産性のアップっていうのはまさに資本主義経済のキーワードでしょう 資本主義経済が進むにあたって精神と身体というのは区分されるようになってたった、ね。だけど、ね、舞踊っていうものはそれが一致したものなんだだからプラトンは嫌ったんだよねっていう話なんだよねだからまあこの後ろの部分見てピンときたら最後の一要素が書けるかもしれないんだけどちょっとね、まあ、プラトンはじゃあどうしたかったのに対して、ね、ここに反応できるかできないかはちょっとプラトンの知識が必要だったかななんて気もしちゃいます。 ねまあ、ある程度現代文の勘がいいと言ったら言い方悪いんですけど、まあ、それなりに反応のいい人であればここに反応できるとは思うんですけどね精神と身体の区分を要請する,、ね、するようになったっ、ね、あのプラトンも資本主義経済もそうなんでしょう、ね、精神と身体の区分を要請したいんだけど、ね、一致してるからなんだよねっていうふうにこう方向性を持っていくっていうかね。うん そういうね、あの、まあ、問題だったかと思います。以上になります。まあ、ちょっと最後のね、一要素が難しかったと思うけど、でも、途中のさ、ね、一つ目、二つ目の要素は絶対書けるじゃん。これ、あの、信頼の問題です。神戸大学。宮廷大ですよ。できそうじゃないですか満点回答まで至らなくても80、80%型正解の回答は出せるでしょ。ということです。わかりますちょっとずつ読み方、解き方、なんとなくできそうな気がしてきましたかね これからね、もっともっと練習していきますからね、ぜひついてきてください。以上になります。えー、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お疲れ様でした。